ロケット引退とかドラッグス引退とか言われてていっぱい悲しい。ロケット死んだりしないだろうな。まさか動物物に弱いんだよ俺。アイアムレジェンドの犬が死んだ時だって悲しくてしょうがなかったし。今度はレインボーのシンスやウブビーンゴーンか。徹底した夏メロ路線だな。ニック・フューリー最後の戦いであるシークレット・インベーションの後にマーベルズか。ドラマの連中がいつどうやって絡んでくるのか楽しみ。マーベルズの3人だと黒人のお姉ちゃんがまだ馴染み薄いな。ワンダビジョン出てた人で合ってるよね。一応キャプテンマーベルに出てはいるかな。仲間より先に映画見られているかな。まあ子供だったわけだけど。ワンダビジョンの乱暴かっこよかったからまた見れて嬉しい。役者が普通に亡くなったり引退したりし始めてメンバー入れ替わり始めたが、マーベルにはかなんだけど、アメコミもホールでもせない交代進んでるの。サムとキサラが対立したりしてる。ワカンダとアメリカの板挟み的な要素は実写のホールにも取り入れられとる。ワカンダフォーエバーでは明らかにアメリカが悪として描かれてたからな。バルト・サンダーボルツがどうなるかも気になる。 MCU をアース616として認識してるのは MCU 内のみということが確定したっぽい。そしてバースのミゲルは MCU の存在もノーウェイホームでの出来事も知っているらしい。もともと616行ったのがイルミナティのいる別バースのやつだったしな。あのバースのクリスティンが616と言った。あとファーフロムホームでのベックミステリオがたまたまシナリオに書かれた数字の偶然一致だろうけど616。マーベルズでドラマ組が本格的に映画に参入って感じで3人が並んでると久しぶりに共演の新鮮さみたいなもんがあるな。エターナルズはどうするんだろうね。監督がパドルの中の人と一緒に遊んでる画像を上げてて若干マーベルズに投げかけるんじゃないかという匂わせ感があった。キングかな。笑っちゃうくらい他作品で名前が出てくるし一番絡ませやすいしね。地球組とも宇宙組とも絡めそうな立ち位置なのが大きいと思う。なんなら背景のテレビに主演映画が放映されてるとかもできるし。スカイは MCU 合流しそうな雰囲気だよね。エージェント・オブ・シールドのシナリオ要素そこまで色濃く持ってこなければ元シールドエージェントって部分だけで参加できるからな。マルチバースやってんだからエージェント・オブ・シールドは逆に参加しやすいだろ。シャンチー役の人が予想以上に早い再登場をするって言ってたけど、マーベルズで出るのかな。シムリューはバービーに出てたりイケイケやね。シャンチーはキャロルとすでに知り合ってて、ボンからもスカウトされてるっぽいので一番ゲスト登場が想像しやすいね。テンビングスのルーツにかからずならシャンチーも出やすくなる。エターナルズとも繋がるかもしれない。カマが出るしテンビングスの答え合わせというか謎の進捗あるかもしれんね。カマラのバングルがテンビングスの遺跡にあった青い腕下遺体のものだし。ねえ、なんでそんな隅から隅までしっかり見てるの。俺昨日シャンチー見直したはずなのにテンビングスの遺跡とか知らないぞ。いや、ミズマーベルの方のシーンだから最初だったかな。シークレットインベーションにコールソン出るんかな。コールソンやエージェントオブシールドの誰かが出てもスクラルだったオチじゃないかなという気もする。そんで ED 後に本物がチラッと映るんでしょ。ドクターの箱のリングとかあの丸いやつのリングも似てるし、ストーンみたいにリングが重要になってくるのかな。全体的にエターナルズのデザインポイントだよね。ワンダとストレンジが最後に戦った神殿もそうだったし、エターナルズのリーダーの証はリング上だったな。リングの関係とかよく気づくね。俺なんかシャンチー見ててリング戦闘超かけしか思ってなかった。マルチバースの象徴でリング、時間軸はリング上で露天してたりすんのかなとロキ見て思った。エコーが延期したのが今年にまた繰り上げになるって噂出てるね。レアデビルどんな感じに絡むか楽しみだから早く見たい。フェーズ4イコール、円と円が重なるようなモチーフが印象的に使われてるのも意図的なんだろうな。テンビングスという名前自体がマルチバースを示唆してるようにも思えてくるし、テンビングスが武器のシャンチーの主人公感が強まる戦闘スタイルも強すぎず弱すぎずでちょうどいい。シャンチー自身が子供の頃から鍛えてきたからしっかり強くてリングはあくまでサポートってのが好き。そもそも本編だと最終盤まで都市空間と環境利用だけだしな。アベンジャーズに加入できる戦力ってラインをリングでクリアしただけで本人の強さがあくまで根幹なのが好感持てる。2023年フェーズ5はまだ本文が足りない。今後の予定映画、ガーディアン・オブ・ギャラクシー Vol.3、米2023年5月5日、日2023年5月3日、ザ・マーベルズ日、米2023年11月10日、キャプテン・アメリカ・ニュー・ワールド・オーダー、米2024年5月3日、サンダーボルツ、米2024年7月26日、ブレード、米2024年9月6日、ここまでフェーズ5、デッドプール、米2024年11月8日、ファンタスティック4、米2025年2月14日、アベンジャーズ・ザ・ガーン・ダイナスティ、米2025年5月2日、2025年7月25日、シャンチーに、2025年11月7日、2026年2月13日、どちらがアーマーウォーズ？アベンジャーズ・シークレット・ウォーズ・デイ2026年5月1日、2026年7月24日、2026年11月6日、延期の際の予備利権フェーズ7。公開予定だとマーベルズが一番楽しそう。オタクに刺さるのはシークレット・インベージョンの方だろうけど。やっぱガーディアンズ期待大かな。最後のお話だし。ドラマ見ていい時は延期の可能性大。シークレット・インベージョン2023の21、エゴ2023夏、ロキシーズン2023夏、アイアンハート2023秋、アバサダルインオブカオス2023冬、エアデビルボーンアゲイン2024春。
マーベルズめちゃ面白そうで楽しみだわ。やっぱり若者に振り回されるベテランの構図はいい。